青森空港の東側、青森市戸建地区にあるカシス畑を訪ねました。収穫シーズンの7月上旬、カシスが鈴なりに。収穫前、生育に必要な雨が十分に降り、今年は大玉のカシスが実りました。よかった。収穫はこのように一粒一粒手でつまんでいくという、手で摘んでいくという手間がかかる作業です。カシスの生産量日本一の青森県、冷涼な気候が栽培に適していると、およそ50年前に栽培が始まりました。なんでそんな難しい、初心者でも簡単にできる。黙ってても大きくはなるんですよ。でちゃんと土養分与えてれば。収穫が一番大変でどのぐらいつけてっていう、こう計画立てないと、何百本も植えちゃっても収穫しきれないってなっちゃうんで。ここ林農園では、およそ30年前に父が植えたカシスを息子の健二さんが継いで育てています。今も本業は違う仕事は。ウェブ系、ウェブのホームページ制作に。暑い中、地道な作業が多いカシス栽培。金銭的に割は合わないけど、やりがいはありますね。カシスを美味しい、美味しいって食ってくれる声聞くと、あ、やっててよかったなって、もうそこですね。青森の気候が栽培に適していると始まった青森カシス。5、6年前からのその温暖化の影響で、逆にもう実のつき悪くなったり、枯れて死んじゃったりって、そうですよね。これからの課題が。青森が全国に誇るカシス、これからも林さんの挑戦は続きます。それでは今回も林さんのお母さんにカシスを料理してもらいます。ジャム作ります。カシス、はい。前回カシスを水で煮て果汁を作りましたね。今回のジャムはその過程で出た残りを使います。こうしてカシスをこしました。この残った実と皮でジャムができるんです。これをミキサーにかけると、このようなペースト状になります。カシスはペクチンが多く固まりやすいので、少し水を加えてミキサーにかけてくださいね。砂糖も私だいたい1キロに対して800グラムぐらい砂糖入れます。火にかけて砂糖を溶かしていきます。さらにお好みでブルーベリーを入れても美味しいんだそう。美味しそうですね。これ見て、花足りないの。しょっちゅうかましないとすぐ焦げちゃう。ここで生産者さんが教える参考ポイント。直に締める。好みの硬さになるように水分を飛ばします。アクも丁寧に取ってくださいね。カシスの手作りジャム、今回はヨーグルトにかけていきます。いただきます。これもさっぱりしていい、甘酸っぱい。皮とかも残ってるから、歯ごたえも出てくる。なるほど。いつも食べてるけども、余計おいしい。よかった。